本はですね、僕の料理と相方の裁縫を習ってるっていうことなんですけども、はい、はい、どっちもこうやったこと苦手な人からちょっと興味持ってる人まで取っかかりやすい、すごく読みやすい本になってると思いますので、うん、結構読み込んじゃう内容だと思います。はい、はい、DVD はもうそうですね、傑作揃いのネタが全て入ってまして秀逸な、今年のキングオブコントでビリになったネタとかも入ったりしてまして、秀逸なね、はい、うん、あの悲しみをもう一度、はい、もう一度という感じで、はい、うん、多分面白いネタですよ、うん、はい、ビリになったネタも。僕は料理は芸人始めて全然食べれない頃に居酒屋さんの深夜の厨房で、はい、ずっとやってたので、そこで培ったものですね。裁縫は僕家に電化製品が何もない時期があって、それもお金がなかったからなんですけど、でテレビもなくて、相方にでもテレビはないとダメだよと、見なきゃいけないし勉強のためにも、でテレビを買いに電気屋に行った時にミシンの方がちょっと安かったんですよ、テレビよりね、はい、あ、ミシンってこんな値段で買えるんだと思って、それでミシンを買ってで、もともと服が好きなんで、その自分で作れたら一番安上がりだし、布を買うだけでいいんで、でそれでやってみようかなと。すみません、お互いお金ないとこから始まってでも冷蔵庫もないもんね。冷蔵庫今もないです、はい。丸々男子とかっていろいろとこうあると、あれイケメンの方々が多いと思うんですけど、はい、お二方とイケメンを目指すという感じだったりとか。何を聞いてるんですかイケメンを目指す。ただ本見ていただけたら分かると思うんですけど、うん、めっちゃかっこよく料理作ってるんで、はい、はい、その辺はちょっと注目していただきたいなと。ちょっと笑える感じになってますけど、はい、無駄に胸元が開いております、うん、はい、それ1個だけの質問ですよすごいですよねそれ、はい